い子のミニヨガレッスンのコーナーでーす。今日は青木里奈ちゃんと七海あずさちゃんに協力してもらって、秋にぴったりのポーズをご紹介したいと思います。二人は、ね、新体操とバレエだっけ、はい、やってたのでお得意だと思いますので、ちょっと今日はよろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします。はい、さっきもブーツを使ったファッションショーやりましたけど、この時期ねブーツ履くこと多いと思うんで、足がむくんだりするのが女の子はやっぱりすごく気になるんですよ。ということで、むくみを取ったり全身の血流を良くして下半身を引き締めるポーズをやりたいと思います。それでは、まず右足を軸足にしてください。はい、でそして右の腕をこう前に、この時姿勢は正しい姿勢ですね。正しい姿勢をとって、右腕前に出します。お顔の前で肘を90度に曲げます。でそこから、右腕に下から左手を絡めていきます。そう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 、そうです。で手の甲を合わせるような形、はい、もしスタジオの皆さん よかったら一緒にやってみてください。はい、手の甲を合わせますね。でさらにいけそうならもっと腕を絡めて手のひらを合わせてください。はい、手のひらを。スーツの人がめっちゃ大変そう。そうですね。ちょっとスーツのお兄さんは大変かもしれないですね。はい。では腕ができたら今度お膝少し曲げます。お膝曲げたら右足が軸足ですので右足の上に左足を乗せていきましょう。皆さんどうぞ立ってやってみてください。うん、もしよかったらやってみてください。はい、重ねますね。誰も立たねえ。いいですよ、いいですよ。お家でやってみてもらっても構わないので。あ、いいです、いいですよ。この状態、安定したら、さらに足首かけていきます。絡めます。やばいよ。もししんどかったら、この状態でもいいですよ。しんどかったらこのままでもいいですよ。余裕のある人だけ、こう足首まで絡めていきますね。はい。いいですか。で息を吸って、息を吸って背中を斜め上にスーッと伸ばしていきます。で息吐きながら少しお体から大丈夫になっちゃう。これねイーグルポーズ、わしのポーズって言うんですけどね。はい、わしです。下半身引き締めるポーズですよ。下半身全体の疲れも取れていくポーズです。はい、ありがとうございました。では CM 開けたら私たちショート劇を、まあコントみたいな、はい、劇をやりますのでお楽しみに。